はい、ありがとう整体の平野です。20年間ね、整体をやってきて、もう、昔の整体法ではですね、対処できないような、体の人たちが増えてきているということに、気がつきまして、新しい整体法をね、開発してやっています。今回は、視力の違いで、目が疲れる、右と左のですね、視力が随分こう差があって、困っているという人たち結構、おられるんですけども、その中でですね、ご飯を食べる時の、テレビの位置、という、ことをちょっとお話ししてみたいなと思います。噛む動作っていうのはですね、すごく脳にこう響くんで、例えば左側のこちらの方にね、テレビがあって、ご飯をこういつもこっちにこっちを向いて左を向いて、ご飯を食べているとですね、そうすると、こういう角度が、そこで噛むとそこがこうまっすぐだという、そういう意識がね、脳からの指令が間違うシステムエラーが起こる可能性があって、そういう時のこのまっすぐに戻してもその目線をこちらばっかり使うだとか、そういうことで視力がねこう偏ってしまうということもあると思っています。ですからご飯を食べる時のテレビの位置というよりも、ご飯を食べるところのこの位置をですね、結構こう変えてもらったりとか、本当はねテレビをやめるのが一番いいと思うんですけども、できない場合はですね、その位置を変えて、テレビの、がこう見る角度がね、変えてあげると、その、眼球の動きがですね、変わってくる、そういう、対処法も、あると、考えています。そんな、変な、ことを言う、愛知県蒲郡市で、というところで整体をやっています。東京、大阪でもですね、施術を、ね、行っています。興味のある方はこちらからご連絡ください。